コスモス祭り開催中の運行に使用されているレプリカ人社大崎市松山五本丸公園は日本の公園であるコスモス園とも呼ばれる宮城県大崎市の松山地域に所在しかつて千国城が存在した高台城に位置する公園であって本丸と二の丸三の丸からなり明治百年の記念として整備された三の丸では1983年から コスモスの栽培が行われており、コスモス園となっている。コスモス園では、9月から10月にかけて18種類、約20万本のコスモスが咲き乱れ、見頃となる時期の休日には、コスモス祭りが開催され、毎年家族連れらで賑わっている。祭りでは、野外ステージを利用したイベントなどが開かれ、また、園内の一車軌道を使った車両の運行も行われている。 人車軌道とは、車夫が押すことによって車両である人車を動かす鉄道であり、松山地域において1922年から1928年まで運行されていた松山人車軌道は、大崎市松山市、ミュージアム付近と東北本線の松山町駅を結んでいた。園内で使用されている人車は、コスモス園での運行に供すべく、 大崎市松山ふるさと歴史館に展示されている復元人社をもとにして1992年に制作されたレプリカであり、コスモス祭り開催期間以外は酒ミュージアムで展示されている。レプリカ人社の詳細は松山人社軌道現存車両を参照。 五本丸公園は、大崎市が、大崎市松山五本丸公園条例に基づいて、史跡の保存及び活用を目的として設置している、公園である。ABC2009 末、山コスモス祭り平成21年9月19日20日27日10月4日、河北新報1992年9月4日、レールの承認力でことこと、宮城、松山城、 懐かしの、一社完成弊社の荒まし詳細大崎市松山、五本丸公園条例大崎市松山、五本丸公園条例施行規則。ありがとうございます。